こんにちは、川田陽介です。絵を描きたいと思っている、たまに聞く性格です。絵を描こうと思っているけど、描くまでには至らないということでしょうか。まあ、やりたいことがあっても、なかなか難しいこともありますが、絵を描くなんて、絵を描けばいいんだから、結構簡単なことだと思います。だって描き始めたら、描いちゃうだけじゃないですか。なので、とりあえず、絵を描く準備をしちゃえばいいんじゃないかなと思います。ということで、私は今日キャンバスを用意して絵を描こうと思うんですが、まずキャンバス、モチベーションが低い時は小さめのもので描くことをおすすめします。なぜなら仕上がりにかかる時間が小さいキャンバスの方が短いからです。1枚描いちゃえば、もう1枚描こう、もう1枚描こうってなるじゃないですか。そしてどんどん描いていく、この勢いがモチベーションということだと思います。では、早速描く準備をしていきます。では筆、絵の具ですね。パレット。筆を拭く布と、あとはこのバケツですね。バケツに水を入れて、それで絵を描かない人なんているんでしょうか。で、準備は満タンというわけなんですが、さて、問題なのは何を描いていいのかわからないということですね。絵は描きたいんだけど、描きたいものが特にないという場合です。私もたまにそういうことがあります。そんな時は、抽象画を描いてはいかがでしょうか。よくわからなければ、とりあえずキャンバスに色を塗る。よく私がやることです。抽象画なので、面白い形、面白いと思う形、面白いと思わなくてもいいんですけど、形を描いていって、でその形の場所の位置とかね、縦でも横でもいいんですけど、位置のバランスとか、その色の、色合いのバランスとか、そういうものを考えながら考えていくと、かっこいい抽象画ができるんではないかと思います。抽象画っていうのは、もうめちゃめちゃ色を塗って、ババーンってやってるわけではないんです。まあやってもそれで楽しければいいんですけど、こういうね、絶妙なバランスとか、ね、バランス、構成ですね。色合いとかの形の面白さとか、そういうものを楽しみながらちょっと絵を描いていこうと思います。
これが出来上がった絵です。タイトルは目玉の幕開けです。普段私が描いている作風はちょっと抽象的なこの表現にプラスして、なんか目で見てわかる動物とか人とか植物とかそういうオブジェクトがちょっと入って、その方が私は見ていて面白いので、そういう風にいつも表現しているんですが、今回は抽象画を描くということだったので、そういう見てわかるオブジェクトを入れてはいけないって感じで思っていたので、途中ちょっと難しくなってきて、まあなんとか終わらせたんですけど、最初に言ってた絵を描くモチベーション、絵を描きたいけど何を描いていいのかわからないみたいな感じの時に、ルール、そういうなんだろう、抽象画を描かなきゃいけないとか、どういう風に描かなきゃいけないとかってルールをですね、設定しちゃうと、ちょっと人によってはモチベーションが下がってしまう場合があるかもしれないので、ルール作った方がモチベーションアップする方はそれでいいんですけど、ルールだとか定義だとかに縛られない方がモチベーションが上がるんであれば、いろんな難しいことは無視した方が楽しく絵が描けるんじゃないかと思います。大体アートなんていうのは、定義だとかルールだとかっていうのは自分で決めていいものなんじゃないかと思います。自分の作風を作り上げていくっていうのはそういうことなんじゃないかなと思います。というわけで今日は抽象画を描いてみました。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録などをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。